皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、明日ではなくですね、すいません、今日開催ですね。昨日動画撮ろうと思って大爆睡をしてしまいまして、本日になってしまいましたが、今日10時から開催されるスターウォーズコラボガチャ引くべきかについて話していこうと思います。はい、こちらはですね、今日10時から6月27日10時までの2週間コラボとなっております。はい、でまあとりあえず本題のね、引くべきか引かないべきかに関してなんですけど、まずもう前回すでに引いてる方結構多いと思うんで、前回引いてる人は基本的にスルーで大丈夫です。はい、で新キャラ2体いますが、まあ、ボバフェットに関してはそんなめちゃくちゃ頑張って追う必要のあるキャラではないと思いますし、でこっちのね R2D2 に関しては確定枠なんで、まあ、欲しかったら確定枠買ってあげるのが一番いいかなと思います。課金勢の人とかが無理に狙いに行くと結構沼る気もするので、まあ周回でめちゃくちゃ強いんですけど、まあ僕としてはだとしてもやっぱここで石使うのは結構もうやばいかなって感じです。まあまたガチャ動画で確率話しますが、多分出ないと思うんで、そもそもなので、まあ確定枠で買ってあげてください、もし欲しかったら。でね、既存キャラに関しても断して弱くはないんだけど、もう多分持ってる人がそもそも多いと思うんで、まあわざわざ狙うほどでもないよねって話なのと、あと全体的に強いキャラとしてはまあレイとかいますけど、オビワンも強いけどね。ただなんか、なんて言うんだろう、必須級人権サブがじゃあいるのかって言われた時に、まあ強いキャラいるんですよ、もちろん強いキャラいるけど、必須級の人権サブはいないと思うんですね。多分レイとかもめちゃくちゃ強いんだけどね、覚醒無効5ターンで回復できて、多色パーティーなら火力めっちゃ出せるからね、超強いし、ヨダとかもね、スキルめっちゃ面白いから周回で使えたりするんでめっちゃ強いしね、こう超強いんですけど、じゃあ逆に持ってなかった時にやばいキャラがいるかって言われた時に、まあ今現環境においてそこまで狙いに行く必要はないのかなって感じはしてて、まあ例えば最近オビワンもね、使われる機会はやっぱり減ってきましたし、デートナーがねあんまり使われなくなってきてるからね。そうんで、まあ、レイは多色復刻して強いですけど、アナキンスカイウォーカーとかに関してもね、そんなには使わんよね。ダースベイダー強いけどね、強いんだけど、まあそんなには使うんよね。なので僕の意見としては、そこまで無理には狙いに行かなくてもいいのかなと思っておりますので、一応今回僕の評価としてはね、引かなくていいかなと思います。はい、ということで、まあここからはですね、新キャラと既存キャラ見ていこうと思います。まあただスターウォーズコラボが好きとかね、あとまあシンプルに欲しいキャラがいるとかだったらね、もうこんな僕の意見なんで完全無視して引いてもらって大丈夫です。とりあえず初心者の方でね、引いた方がいいんですかって迷ってる人に対しては、絶対に引かないでいいっていう言葉を話します。理由としてはね、来週からね、ジューンブライド、そうだね、来週からジューンブライド、再来週からはキングダムコラボとかそこら辺が来ると思いますので、まあ近々来る新コラボも踏まえると、ちょっと石は温存気味でいきましょう、これからは。はい、という感じです。じゃあまずはですね、確定枠の R2D2C3PO からですね。これ確定枠なんで、3680円です。めちゃくちゃ高い、本当に高いです。もうこれちょっと正直ぼったくりって言っちゃうぐらいです。3680は高えよ。しかもさ、これ R2D2 確定とはいえども、石30個しかついてこないんですよね。そう、だから R2D2 が石30個40個分ぐらいの価値になってるから、だいぶぼったくりなんですよね。なんかなかなかね、やってんなって感じですけど、バインの封印指、暗闇お邪魔10強、光コンボ強化、水コンボ強化、マルチブースト持ちです。はい、マルブ持ちなんで、キャラとしてはマルチの方が強いかな。まあ別に普通にソロで使ってもいいですけど、ソロで使う場合は覚醒枠1枠減るって感じですね。でスキルは消せないドロップと覚醒無効、全回復1ターンリーダーと助っ人の攻撃力が2倍です。リーダースキル、光光水の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が22倍、固定200万ダメージ、リビが5秒延長って感じです。まあ、リーダースキルは悪くはないかな。激減に火力も出せてね、固定位置に5秒延長もあるんで結構強いしね。あと光水に関しては、まあ別にルーレット使ってあげれば普通に使えますからね、悪くはない性能はしてるかなとは思いますが、まあ、正直キャラとしてはそんなに使わないかな。どちらかといえばサブとかリーダーとかよりかは武器として使うことが多いので、まあこのキャラ自体の評価はそんなに高くないかなって感じです。はい、評価高いのがこの武器の方で、まあこれ武器がスキーブ2つに攻撃強化持ちで、スキルが敵全体に150万の固定ダメージ持ってるんですよ、これ5ターンで。やばくない？周回におけるこの武器性能強すぎません？そもそもスキブ2の視点でぶっ壊れやしさ、しかも150万固定よ。今までスキブ2個の武器なんてね、見るしかなかったですからね。まあ、そう考えると本当にバケモンチート武器で、まあ3680円の価値はあるかなって感じ。
まあなのでなんならもうキャラよりも武器の方が強いみたいなところありますんでっていう感じになってます。はい。で次ボバフェットですね。はい、こちら進化前はバインドスキブ指クライムプラス飛行も強化水飛行も強化飛行も強化10強2位2つ超覚醒スキブ毒10強です。まあ10強10強で軽く出せるところは強いかな。でスキルは1ターン落ち込んだしダメージ半減ランダムドロレフが5ターンって感じになってます。リーダースキルは76マスで1機の同時攻撃でダメージを半減10コンボ以上でダメージを軽減攻撃力化18倍って感じになってます。はい。まあリーダースキルは76リーダーってことで軽減率も低いしそんな強くないですね。ただまあ10強10強に杖2つで軽く出せるしね、クライムプラスもあるので、まあ、軽く自体は相当優秀ですね。まあ、スキルもねドロリフにダメージ半減持ちなんでこれは悪くない性能なんじゃないかなとは思う多分。ただあくまでダメージ半減がメインではあるんでね、ドロリフ系のキャラの中では比較的スキルは少なめかなって感じ。例えば水バレリアとかだったらね指延長があったりとかしてたんで、その中ではちょっとねあのスキルの内容としては控えめだけど、まあダメージ半減があることによって発狂対策としてはまあ悪くはないですね。だ最近のなんかユリシャとかね半減だと足りなかったりもちょっとしたりするんで、なかなかね激減とかじゃないのはちょっと痛いところではあるかなって感じ。落ち込んだ人のデメリットついてる割にはって感じですね。はい。で進化後バインドスキブプラス封印雲操作負荷2ウェイ4つで超覚醒10機を持ってます。スキルは HP が1になる代わりにドロップロックを解除、最上段を火に再下段を木に変化が3ターンです。リーダースキルは10コンボ以上でダメージを 70% 軽減、攻撃力が20倍、ヒカキの4こげし1個につき1コンボ加算って感じになってます。これがね、ボバフェットの進化後ですね。これは圧倒的に周回用って感じかな。攻略よりかは周回の方が強いかなって感じになってます。はい。まあ普通に3ターンで打てる6解除変換持ちスキルなんでそれ自体は悪くないですね。ただリーダースキルもそんな強くないし、まあなんか普通のキャラって感じですかね。はい。これがボバフェットです。武器スキブ2毒耐性4つに攻撃強化持ちで、スキルは2ターン火の攻撃力が4倍、属性吸収無効、自分以外の味方スキルが2ターン溜まるが13ターンって感じになっています。これがボバフェットです。新キャラ2体ともねキャラ自体はなんかめっちゃ強いわけじゃないんですよ。本当に武器が強いぐらいの感じなんで、まあ、周回勢の方は確保してほしいし、逆に攻略の方はだからそんなに無理して確保しなくても別に後悔はしないかなって感じになってます。で既存キャラに関してはまあ個人的に今やっぱ強いなと思うのはレイ、多色環境なんでねやっぱレイが明らかに強いなっていうところと、あとまあやっぱデートのパーティーとかならオピワンは未だにめっちゃ強いですね。軽くも出せるし、うん、デートの使うことが減ってきてはいますがやっぱりそれでも強いのは強いかなって感じで、アナキンスカイウォーカーはブラックバードとかそういう系の編成でね使われたりはしてましたけど、最近あんまり使われなくなってきてはいるのでちょっとねあの必要度は下がってきてはいるかなと思います。ルークとかはこの光コンボ強化の編成が増えたら一気に強くなりそうだけど、まあ、現環境ならそんなに光コンボ強化強くないんですよ。だからこれからの環境によるかな。シャルナークとかがねみたいな感じの強いキャラが来ればワンチャンって感じ。ハンソロはまあもう昔のキャラって言っても間違いではないかなって感じではあるけど、やっぱり未だに火力は優秀ですけどね。はい。リオダは周回攻略ともにやっぱ優秀だけど、周回が圧倒的に強いですね。花火とかこの2ターンスキルとかね、周回要因としては持っておきたい性能って感じかな。カイロレンは別に使いませんって感じです。まあなので全体的にマジで弱くはないけど強くもないって感じの普通の性能のキャラが多くて、そこまで無理に引く必要はないかなと思ってますんで、これが今回の評価となっております。ぜひ参考になった人はチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。